どうも、デコボコ投資チャンネル、マリです。マツです。本日の動画は、暴落が起きた時に投資初心者はどう対応したらいいのかっていうのをマツに教えてもらおうと思います。はい。と言いますのも、私もうある程度投資っていうのをさせてもらってるじゃないですか、うん、いろんなものに投資をしてるんですけども、うまくいってる銘柄、うまくいってない銘柄ってやっぱあるんですよ、うん、でこのうまくいってない銘柄って結構暴落が起きて、その含み損が大きく出ているものもあるんですけども、うん、やっぱその時ってどうしたらいいのか対処法がわからないんですね、うん、で皆さん見てくれてる皆さんもやっぱり損をしたくないから投資はしたくないって思ってる人多いと思うんですよ、うん、なのでですね、今回は暴落が起きた時にどう対応していくべきなのかっていうのをマッツに教えてもらおうと思います、はい、このチャンネルでは投資歴10年のベテラン投資家マッツと投資を最近始めた投資初心者のマリがお送りする投資のチャンネルになっています。投資初心者向けに投資の解説や実践動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。また私たちの公式 LINE を作りました。公式 LINE 限定の配信や特典もついていますので、こちらも概要欄に貼っておりますので登録お願いします。お願いします。皆さんもですね、投資をしていく上で、まあ僕もそうですけども、やっぱりですね、暴落は絶対に経験をしてます。で、ここで暴落を経験したことによって、じゃあどういうふうに立ち回った方がいいかっていう、まあ経験をですね、踏まえた上でですね、皆さんに何かアドバイスができればと思います。はい、まず2パターン考えていて、1つ目は積み立て投資している時に暴落が起きたケースと、2つ目が個別株に投資をしていて暴落が起きたパターンですね。はい、これはですね、それぞれですね、対処法についてお話をしたいと思います。はい、1つ目の積み立て投資をしている時に相場がガクンと下がってですね、大きく要はですね、暴落に巻き込まれてしまうケース、はい、これは投資をしていく絶対にあります、うん、ただしこの時の立ち回りとしては絶対にやってはいけない立ち回りがあるんですね、うん、それが何かというと投資をやめてしまうことですね。結局みんなですね、損をして怖くなってもう積み立て投資やめようっていう形でやめて、そして全部投資信託を売ってしまって現金化してしまうんですよね、うんうん、まあそれはそれで別に一つの選択肢がいいんですけども、結局ですね、じゃあ継続したらどうなったのかっていう、これはですね、いいデータがありますので、はい、こちらを見せたいと思います、はい、でですね、実際に暴落では定期的に起きるんだけども、でも結局投資を継続したらどうなったかっていう画像がこちら。これはですね、どういう画像かというと、上にですねマイナス幅が書いてあると思うんですけども、なんとかショックが起きましたということで、うんうん、市場が暴落し、その暴落した株価が戻ってくるまでにかかった期間ですね、うんうん、例えばですね、2000年 IT バブル崩壊に伴う大暴落が起きました、うん、でこの時はですね、マイナス 51% だったんですね、うんうん、でそしてその暴落の期間というのは30ヶ月ですから、うん、まあ大体3年いかないぐらい、まあ2年半とかですよね、はい、ぐらい続いたんですよね、はい、まあ確かに2年半もですね、下落相場にですね巻き込まれていると投資やめちゃう人多いです、うん、ただし30ヶ月後に株価が戻り始めたんですよね、うん、でそして結局ですね、今株価どうなってるかというと、下がった頃から比べるともう上に上がってると、うん、いうことで、その後ですね、 IT バブル崩壊によった下落の後に実はですね、プラスの期間はですね、うん、なんと 148%、 そして上昇相場は60ヶ月ということで、うん、5年続いたということになります、うん、これを見てもらうと分かる通りショックが起きるんですよね、うん、でそれはでも短期間で終わるんですよ、はい、でその後に上昇相場というのが来るんですけども、うん、その期間が非常に長くてですね、うんうん、そしてしかもリターン幅が大きい、大きいわけですね、はい、ということで皆さんは何をしてしまっているかというと、この短い期間のしかも下落幅は確か大きいんだけども、そのちょっとしたショックで要は投資をやめてしまって、うん、後に来る大幅なんですね、上昇相場を逃すということをやってしまうと、はい、結果書いてますが、うん、1980年以来ですね、うん、16倍以上の伸びということですから、まあ例えば100円投資だと1600円ってことですよね、になるということですよ。なので結局は相場は上がります。なぜかっていうと、うん、株というのは価値を提供して、そしてその企業の業績があることによって株が上がるということなので、まあ、どん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 ですね、いろいろと価値を提供されるような世界になっていきますから。なので株価、まあ、特に投資信託ですね、に積み立て投資してる人はちゃんとですね、暴落が起きたとしても、うん、投資を継続するということが大事になります、はい、でこれはですね、まあ、データにも出てますし、じゃあ本当に投資実践してる人はどうなったのかっていうのが今ですね、日経新聞ですね、はい、の、ニュースで出ているので、こちらを見ていきます、はい、で画像の通りですね、積み立てにした対象の投資信託が全て含み益になりました、うん、ということで、積み立てにしたですね、2018年1月から始まったんですね。でそこから今も3年半経っている制度になるんですけども、うん、そこからですね、要は投資を継続している中でですね、うん、株安、つまり暴落ですね、はい、が、何度かあったわけですね、うん、
ただしその暴落があった時に制度を利用してる人は組損を抱えるシーンもあったんだけど、でもそれでも気にせずに淡々と積み立て投資したがゆえにですね、結局一定の成果を出したということになってますね。はい、まあ、なので結局結論としては、暴落が起きた時に積み立て投資の場合やめないことがまず大事ということが結論として挙げられます。はい、2つ目、じゃあ個別株の時どうすればいいのかって話ですね。今のはですね、まあ、指数、投資信託などの分散が効いているものなのでいいんですけども、個別株ですとその一社のですね、まあ、業績にもよりますので結構ですねダメージが大きかったりします、はい、特にマリちゃんなんかはですね、今米国株でいろいろ投資をしてますけど、うん、はい、まあ、株価2倍を達成した素晴らしい銘柄もあれば、もう半分近くなってる、はい、株価下落してる銘柄ももちろんこれもあるわけなんですよね。でこの時にどうすればいいかって話ですね。うん、で、対処方法はですね、もう一つで、これは要はですね、暴落の原因がですね、業績が悪くて暴落してる場合ですね、はい、つまり決算が悪くって全然ですね見立て通りですね、成績がもう取れませんでした、これはもう損切りをしてください。あ、なるほど、はい、なぜかというと決算を失敗したということは、まあ、すなわちですねもう計画がうまくいかなかったわけですから、うん、まあ、経営に問題があるのか、それともですね今後のですね戦略に問題があるのかって話になりますから、はい、ちょっとですね外した方がいい。なるほど、ね、質問していいですか。はい、決算が悪かったら損切りをするって話なんですけども、うん、長期目線で見ている銘柄だとどうした方がいい。基本的にはですね長期的に見ていくんですけども、まあ、決算がずっといいっていうのが前提になりますね。うんうんうん、はい、我々はお金を実際に投資で投資家になりますんで、うん、なので結構その辺りシビアにいかないといけないですね。なので長期的な目線でもちょっとこう業績が微妙な場合は、うん、他にも業績がいい会社ありますから、はい、そっちにシフトした方がいい。ただしですね業績はいいんだと、うん、全然会社としては問題ないんだと、うんうん、ただ市況にですね、はい、影響して要はですね、まあ、株式の地合いが悪くてですね、うんうん、相場が下がってそれにつられて要は株価下落しちゃってるケースですね。この場合は別に会社自体は問題はありませんから、うん、それは今言ったマリちゃんのように長期的に保有してもいいと思います。なるほど。ただ今回のその株式の市況が悪くて暴落し、そしてさらにですね業績も悪くなるっていう場合もこれ最悪ですから、うん、早めに撤退をした方がダメージは軽減できます。はい、ということでですね、コツとしては個別株で運用成績を出すのは非常に難しいことではありますので、しっかりとですね自分の見立ては間違っているんだというのを前提に、業績がまず悪かったら、あ、見立ては間違っていたということで損切りしてください。はい、ただし業績がいいのに市況に引っ張られて株価が下落している場合は、しっかりとして長期的に自分の見立てをですね見る必要がありますので、はい、その場合はステイするかって話ですね。積み立て投資の場合、暴落が起きても継続をまずするということが大事ですね。はい、そして個別株の場合は業績を見て、業績悪かったら損切り、悪くなかったら様子見という形で立ち回るといいと思います。はい、ありがとうございます。ということで今回マッツーに暴落した時の対処法を教えてもらったんですけども、私も実際持ってるんです、暴落した銘柄を、うん、でペイペイ証券で購入している米国株の銘柄がもう 50% くらいマイナスになっているものもありますので、うん、まあ、今後ちょっとどうしていこうかっていうのは考えていこうかなと思います。うん、でペイペイ証券今私16銘柄持ってるので、まあ、整理するためにも、まあ、損切りしてもいいのかなってちょっと今思ったので、うん、まあ、これをまた動画にしていきたいなと思いますのでチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。